ようございます。デデン73番安定のケツですね。まあ、一応本日は、ダンベル何キロ持てる狙いなんですけど、いけるかなと思ったんだけど、ちょっとねこの番号はちょっと何とも言えません。おはようございます。左、あ、通り過ぎてた。あ、よかった、取れそう、確保。それでは本日はフィーバーダンベル何キロ持てる打っていきます。ちなみに私は5キロぐらいはいけるんじゃないですか、多分。持ったことあんまりないからわからない。よろしくお願いします。さあ今日はですね、いつもよりちょっと気楽な気持ちで、実践ができる機種となっております。まあ、なぜかと言いますとですね、まあ、スペックなんですけれども、スペックはまあミドルキー、お渡り確率約319分の1で、なんとですね、ラッシュの突入率がまあ 100%、まあ、もうこれはね、皆さんの中で段持ちは 100% っていうのが、まあ、結構もうすでに浸透はしていると思われます。で、すごく単純なスペックなんですけれども、まあ、通常時はですね、大当たりしますと、まあ、6ラウンドで100回のラッシュに突入いたします。で、継続率の方がまあ約 81% なんですけれども、これですね、その右打ち中の 70% の大当たりのうちの 10% がですね、 V を2つ獲得してまして、まあ、大当たりが実質ですね3回確定するよっていう、そこ含めての 81%。 そんなわけで今日はいつもより気楽に、とにかく初当たりさえ引ければ、まあ、どうにかなるんじゃないかなと。まず1回当てるまでは、まあ、カスタム入れないので、カスタム入れた時に、まあ、ちょっと説明できればいいかな。チートデーって今言ったんですけど、一応注目演出3つあります。そのうちの1つが、響のチートデー、まあ、この子がですね、もうチートデーだって言って、まあ、食べて食べまくる、まあ、これ信頼度がですね約 43.5% なので、結構絡むんじゃないかなって思ってます。で、2つ目、こちらが響のバルクアップ、ちょっと私バルクアップの意味がわからないんですけど、筋トレしないので、まあ、こちら、リーチ中にですね種類をランクアップさせてくれる、こちらがですね結構信頼度が高くて、75.9%。 3つ目の注目演出、こちらがプロテイン摂取、もう筋肉を作るにはね、必須じゃないですか。ということは大当たりにも多分ね結構絡んでくる必須要素なんじゃないかなと。こちらの信頼度が、まあ、66.3%。 基本的にはやっぱその VS のリーチに行って、対戦してここで大当たりっていう感じなんじゃないかなと思ってます。ただね、上のねデータカウンター見てるとね、まあ、やっぱ 100% 突入っていうのもあって、ちょこちょこしっかり皆さん、連の方は取れてるかな。16連とかあるし、いいな。もう最近この信頼の力が結構散々な結果なので、もう 100% 途中の時に頑張らなくてどうするんだと。さあ今日もガンガン回していきます。2枚目。回せばいつか当たりますから、1回は当たりますから、 100% 途中ですから、その1回でね、右打ちの全てを見せられれば、まあ、完璧。まあ、ちょっと前回の新北斗無双第4章の方で、パチンコで、まあ、多分人生最大額をこう投入したんですよ。だからね、なんかもうぶっちゃけ怖いものない、まあ、その記録を越すことは怖いですよ。
だけどなかなかないんじゃないかな。だって今までなかったんですよ。お、赤だよ赤だよ、まあ、ネクスト。あ、で、マチオ先生がね、待機中になってますね。これタイマーになるんじゃないかな。まあこれで3セット目いくでしょう。まあちょっと金券1個ぐらい絡んでほしいなっていうところ。これがね、何をこう解放してくれるのかと。あ、これ煽りがあるので町尾先生の雷鳴いきますね。私はめちゃめちゃマッチョじゃないですか。あ、でも後期か。あ、タイマー19。あ、で3点敗3点敗、まあ、図柄の中では、まあ、15% ぐらいあるのでちょっと期待できる。右1、0。あ、 VS 系か。あ、 VS リーチに行きましたと。でも一応3種類あるんですけれども、そのうちの真ん中。ただテロップも変わらず、テロップじゃないタイトル。これはダメなパターンだと思われるんですけど、こっから強ルート。残念、勝てるも緑。ふむふむ、惜しいね。ちょっと途中まではいけるかなっていうところだったんですけど。おはよう500回転。何が辛いって VS リーチ1回のところですかね。はい。言っちゃってくれればいいよ。ダメ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 。オッケー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 。上げて上げて上げていきましょう。いや、ここ突破してくれたらだね、 VSK いけるんで。ダメ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 。よし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 。まだ戦える。ただここ超えてくれたらさ、かなり嬉しい。まあそうですよね。はい、もうしょうがない。でもよく頑張ってくれた。ハズレ目からダンベル持てる。ただ響きじゃない。まあ、まあ、結構そのずるより静かなラインだから、一応チャンスアップ出ました。ここなのよ結局は。恐竜とかどうか違いますね。あ、金買っていいんですよ。いや、ある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 。押します、アタッチ。復活パターン、復活パターン。ちなみに、先ほどのミット打ち対決の方でのキンカットイン、あんま知りたくないよ。 82.3% だよ。一応まあタイトル赤もあったけど、まあ、タイトル自体は赤でもね3割ぐらいなんで、そこまではねよくはなかったっぽいんだけど、まあ、でもあれ強1 670で強1です。なんで何も起きないんだろうこの台。またそれ抽選してくれてんのかな。はあ、じゃあ9枚目。なんか
どういう感情で打ったらいいのかちょっとよくわからないです。ただもうなんか感情的にはね無です。どうした、いきなりどうした。こっからが大事なんですよ。ただね、図柄が弱い。ここはね、もうほんとちょっとでも信頼であげるためにね、3が欲しいの。赤か。ここは緑。もっと食べて。あー、全然食べてくれない。戦場じゃないですか、こんなもん。いっぱい食べていいからね。今しか食べちゃダメなの本当は。やっと絡んだよ。これにもう一個絡んでくれればいいですよね。あのこれあれだよ、チートデイになったらちゃんとあれですよ、筋トレしてあれでしょ、プロテイン摂取してね、絶対だよ。おかわりいっぱいして、育ち盛りなんだから。あなたはまだ高校生でしょ、食べた方がいい。うん、もうちょい食べなさい、今日だけだから。このぐらい続いたらどうなんでしょうね。これは変わり、変わらないかな。いや、おかしい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 。緑、永遠緑、マジで。しかも、もう永遠、もうこれ多分主人公いない。永遠この金持ちのリーチばっか。どういうこと。いやマジでチートデイなんて 43.5% しかないからね。あー、いかない。まあじゃあただ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 めちゃめちゃ食った一日でしたね。頭突きすれば勝てるよ。まあ私の VSK リーチはこれしかないですね、はい、もう今の以外種類ありません。あー、当たったわ。同じチートデイしか絡まなかったんだけど、いやでもいろいろ来たな。私もその当たれば 100% ST だしっていうののためだけに今打ってますからね。でもそもそも当たんないと 100% も何もないんですよ。でその V2 つストックするところを入れての 81%、 それもね隣の人はね引いてました。しかとこの目で見たわ。すごい、いいとこで引き戻してるということで、こっからゴールデンタイム、結構そこあたりメインの、まあ、30回転に行くと、まあ、ここはもう本当違和感系があったりすればもうすぐ当たります。5、5、あーもうこれ当たってますね、すごー。3回転で、あ切れたんで、これはもう10ラウンドゲットですね。1500個、さらに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 、これ10%引いてますね。どういうこと。もうなんかこれめちゃめちゃあれですよ、ナイスなショールーム実践みたいになっちゃってますけど、これが本当は私が見せたかった右打ちの 10% の、スペシャルゴールデンボーナス。いいなー、まあ、1500ここで確定してて、あと残り2回当たりますよと。このスペシャルゴールデンボーナスを引いた後はですね、2000回転プラス保留4個、まあ、お当たり2回引くまで継続します。で 69.5% が、10ラウンドです。でこの2個目今からね当たり無限大になってます、引くわけなんですけれども、こちらは 70% で、約 70% で10ラウンド、そして約 30% でスペシャルゴールデンボーナスは、3ラウンドか。ここでうまく全部10ラウンドを引くことができれば一気に4500個。だからここではめるのはねめちゃめちゃうまい。あーいいね、シャカシャカしてるね保留ね、当たりましたね。
はい、2個目の大当たり、こちらが、あ、3だからこれ10ラウンドでいいんじゃないですか。うまうまうま、さあ無限に行きます。で、この3つ目というか、まあ、V で言ったら2つ目なんですけれども、ここはまた振り分けがね、先ほどと一緒に戻りまして 10% でまたですね、スペシャルゴールデンボーナスを引ければまた V が2つゲット。だもうそのうまさもね、かなり、伸ばすためのキーにはなっていくんじゃないかなと。まあそういうのも含めてトータル約 81%、まあ、だからここも全然はめて OK、 なんせ無限ですからね。あ、来ましたね、シャカシャカして、基本シャカシャカするんだね、当たりが来るとね。4ですが、昇格はあるかもしれない。うまー、いや、すごいなー。本当は私がね、見せても普通にこうだよこうだよって言うべきなんですけど、いやこの展開は厳しいけど、まあ最後までは本当諦めてないんで、パチンコなんてね、何があるかわからないんでね、はい。で、ここからまた、通常の SC100 回転に、まあ、戻りますと、さあまたここは30回転速攻当たり。いや、結構違和感系はね、見つければめちゃめちゃ気持ちいいし、見つけられなくてもね、やっぱ速さもあるのでドキドキはできると思いますよ。いきなりレインボー出たりね、軍とかも出たりしますから。多分セリフもね、いろんなパターンがあるんじゃないかなと思います。残念ながらここは終了ですが、まあ、残り70回転しっかりあります。まあ、約ね 70.2%、 約 70.2/1 なので、まあ、右打ち中もカスタムはできるので、カスタムを楽しむなり通常時と同様好みのカスタムで、まあ、楽しむ。あとはまあモードも2つあるので、自分の好みのモードを見つけて打つ。終了ではありますけど、しっかり10連まで伸ばしてる。9000個、まあ、あとは残保留4つなので、ここはもうしっかり貯めてもらって、またリーチになれば、はい、素晴らしいものを見せていただきました。ありがとうございます。行きますか。10万円だぜ。今年2023年の最高投資記録として、もう暫定1位というか、お願いだからこれが永遠の記録であってほしい。もう本当に。ということで、本日は投資の新記録を更新して実戦終了です。すいません、実戦終了いたしました。本日はフィーバーダンベル何キロ持てるを打ったんですけれども、残念ながら、投資10万円マイナス2万5千玉で、終わりというヘタレやめでございます。大当たりすれば ST100%、まあ、ミドルキーとはいえ、まあ、今まで信頼の力では一応1回とかね、まあ、絶対当ててたので、まあ、1回当てて、あ、まあ、絶対 ST 見せられるって思っていたところ、一番最悪な展開がなぜ今日に来てしまったんだろうと、はい、まあちょっと今日は元気がないのはもうしょうがないということで、まあ、ただ、パチンコはやっぱね、何があるかわからないので、これで嫌いになることはない。まあ、あとダンベル、まあ、ダン持ちっていうのかな、まあ、100% だからね、この何でしょうね、
てられそうな日に打ってその 100%SD を生かしたいと思います。まあ、スペック的にはかなり甘いんですけれども、まあ、当たらないとこういうこともあると残念な結果で本日終了でございます。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。最後にねきっとたまちゃん当てるんだろうなって思ってた人もほんのわずかはいると思うんですけど、今日は当たりなしで帰らせていただきます。お疲れ様でした。